はい、一月万清水です。本日はですね、この神奈川県の黒岩知事のですね、あまりにもひどいこのあの不倫、もうまずですね、テポドン発射でドッピューとかお前何言うてんねんこいつっていうですね、意味不明なこのあのえっ、ー、とあのやつがあります。えっ、ー、とちょっとね、えー、何がドビューなのかはですね、えっ、ー、とお子様がいらっしゃる方と一緒に見ている場合はですね。<laughs> 大人にならわかるよと伝えておいてくださいで。そしてサムネを見た方 <laughs> びっくりされたと思いますえ。なんで黒田総裁の話と関係あるだと。ね。いや実はあるんですね。これは実はあるんですよというところで、えー、本日はですね安冨さんと、えー、この問題について話をしていきたいなと思います。安冨さんよろしくお願いします。 はいえまずですね、あのー、ちょっとね、<laughs> 不思議なあの記事がですね、もう一個不思議な記事が出たんですよね、この山上被告、2世被害救済強く願う、温かい言葉に感謝、うん、えこれは山口県のああのー、まあ選挙でね、えー、4区の補選にもなっている原因を作った、まあ、安倍晋三さんを打ったあの山上被告なんですけども、この人がですね、 ね、あの自分自身の境遇に同情して全国から拘置所に寄せられる手紙について温かい言葉に感謝しているというふうに山上被告の弁護団への取材で分かったって言ってるんですよね山上被告はですね、うんまあ、統一教会の、まあ、ある意味あの被害者ですよねでその人があの統一教会の広告塔だったあの安倍晋三さんを撃ったというこの事件なんですけども、えー、その人をですね今産経新聞がですね山上被告 に、対して統一教会問題を蒸し返すような記事を書きで、そしてどちらかというと、山上被告に対して同情的なものを書く、これはですね、どうですかね、あの山口県の補選、今あの、立憲民主党の有田芳生さんが、ですね、うん、統一教会に関して、けしからんというふうにこう声をねあの上げていて、ですね山口県の4区に殴り込み。 しに来たわけでですよねでそこにですね、えー、っとタイすル対抗馬がです、ね、たったの平和万歳の、だから吉田新一という下関市議なんですけれども、これ、応援になりますか、安富さん、どう思います、この記事。えー、有田さんの応援をしてるんですよね、きっと。<laughs> そうそう、探検新聞は、有田さんの応援を、<laughs> 女性、安倍晋三の,あの、うん、系の派閥の足を引っ張る記事をわざわざ出してるわけですよ。 ね林家の応援ですよね、これはどちらかっていう明らかにね、うん、明らかに安倍、安倍家はもういいという、もう安倍家はもういらんだよというふうに、もう終わった、うん、終わったというふうに思ったのかな、ね、あのそういうふうにですね、まあおそらくこれ、官邸がね、こういうのを認めてる話だとは思うんですが、で黒岩さん、うん、ねあの今回のあの不倫騒動で黒岩さんなんですけど、皆さんね。 え黒岩さんは神奈川県の知事でございます。神奈川県の知事で、ございますで神奈川県の、はい、おといえばですね、私がですね選挙区までね、きちんと行って、ですね、えー、この人は本当に,に、うん、地元に人気があるのかというふうに調査をした、ですねあの人の選挙区でございます。はははい、はい、はい菅義偉北郎の菅義偉さんがあの黒岩祐二さんを応援されてるわけですよ。 でねでも黒岩さんはですねもともと野党系から出たはずなんですよ。でも今はもうゴリゴリの自民党系にこうなってしまっているんですがちなみにあのこの黒岩さんのですねコロナーあーコロピーちゃん対策はですねあまりにも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 ずさんなものだったんで私は恐怖を覚えていたくらいだったんですが、えー、なんとですね第二の家計学園科と言われている国際医療福祉大学で大学院の。 表示をされていたことがあるこの黒岩さんでも、はい、岸田さんからすると菅グループは不気味なんですよ嫌なんですようん、うん、だからう、ね、ちょっとした嫌がらせだってさこの黒岩さんの不倫記事はこの黒岩さんが神奈川県知事選挙に出る前の話ですよいつかって言ったんですよ年12年前,年前12年前 で今まではずっと出てこなかった話が今ポンと出てきたこれは何でかっていうと理由は簡単で、まあ、2011年に黒岩さんはあの神奈川県知事になってるんだけどもすぐに安倍政権に代わってしばらく無風が続いたんですよでそれからあの菅さんに代わりましたけどもやっぱり地元の支配者だから菅さんっていうのは、まあ、それに対してまあまあまあっていう感じで。 まあ、公然の秘密になったんでしょうね。で、それに対して、岸田さんがもうええわっていうふうになって、安倍もおらんようになったし、ちょいと安当してやろうかなっていうふうになって、で、えー、こういうですね、黒岩さんに対する。まあ、これ嫌がらせ。黒岩さんこれは負けるとは思えないんだけども、嫌がらせ。で、さらに、山上容疑者の岸田なぜかあの、どう見ても有田義元応援にしかならねえよって、あ、そういや、 岸田総理ってこれ、前も取り上げたけど、あのーうん、有田芳生さんの対抗馬を応援しに行くとかいうために、安倍さんのね、お墓参りに行くって言ったのをドタキャンしたりとかですね、あなるほど、なるほど、そういうことですかと、これ、今、要するに自民党内で岸田さんが権力争いをね、あの仕掛けていて、で今現状、自民党のです、ねあのー、が戦っているです、ね、選挙区というのは、これだけあります。衆院千葉5区 政治資金規正法違反で、ですねその上健太郎さんが自民党を離党したあげく、辞職されました。ね、では次にあの衆院和歌山一区、これはですねあの岸本さんという人が県知事になりたいということで、空、え、き、ー、が出たんで、えー、選挙中。で、大分はですね、なんと安住さん、大分はですね、あの野党系無所属の足達さんが、ですね地位下場するということで辞職。した代わりに自民党の新人と立民の元職の対決、うん、ここはですね、自民党が公募してですよ、いいですか。 公募してちゃんと決めた人はなぜか銀座のママさん。ええ,え,え <laughs> あの,自民,党大分の自民党大分県連が推薦しているのは、うん、なぜか銀座のママさん。えそうなのそうなの実は。ちょっと <laughs> 知らんかった <laughs> ちょっとなんかよく分かんないじゃないですか。で、でまあ、そこはね、あの今回はあの別にまたとてもいいんだけど、まあ、そういうことがあって。で 重要なのはこの山口2区と4区なんですよ。自民党の岸信夫防,、うん、防衛大臣が体調不良のために辞職されたので選挙する必要がある。で山口4区はです、ね、安倍晋三さんが撃たれたのであの選挙する必要があるという時に岸田さんが、まあ、あの自分の権力を、ね、守るためにこう嫌がらせをしているわけですよ、いろんなところでね、うんで。じゃあ、これがもし岸田さんの思惑としては。 えー、嫌がらせをして、えー、自分のうざいやつを切ることができました、ね、で,でも大枠は勝ったっていうふうになって支持率が回復していったとしましょう、次にやるのは解散・総選挙ですよ、衆議院のね。で、衆議院の解散・総選挙でもし議席をばっちり取って、ですね岸田政権安泰っていうことになったとしましょう。 長期政権化するうん、うん、というふうになったらですね、はい、ようやくここに繋がるわけですよ。<laughs> 長いな。はい。これね、<laughs> あ,あ、金利がね。そう、意味が繋がるわけですよ。どういうことかというとですね、日銀黒田総裁、あの私これがちなみに皆さん黒岩の地不倫とかねもうどうでもいいんですよ正直あの。今世界中の投資家が注目してるのはこの日銀総裁の退任会見でございます。 で今後どうなるのか、はいはい、これね、私ちょっとね、面白いなと思うたこれ、2017年の記事なんですけど、こんなに注目されてるんやっていう、え何なに、AI で日銀総裁の表情を解析して、日銀総裁の金融政策はどうなるかっていうことを分析してるわけ、だから、今回の本日の記者会見の退任会見も、黒田さんと <laughs> 黒田さんがね、あっ、黒田さん、あを右の方に手をかけている でそして目線は左斜め45度ぐらいの方向を見てるとかっていうところまでみんなが注目してるんですよ、ものすごく。ということはこれは金利が上がるみたいなそうそう、これは金利が上がる、下がるよとかっていうことをですね、で、<laughs> おそらく上田新総裁に代わっていきなり金利をドカーンって上げてマンションの住宅ローンが大変なことになる、うん、でそしてねあの、中小企業はバタバタと潰れ。 っていうことになって解散総選挙ってやるわけない。やるわけないんですよ。ないない。うん、ね。ないんだけども。あれ解散総選挙の時に新総裁の動きなんて絶対争点にならないと思うから地味だからね。うん、で解散総選挙で勝った後に安心して。金利を上げる。でなんで。あげとしたらそのタイミングでしょ。そのタイミングでしょ。で。なんでなのかっていうとですね。うん、私やっぱり日銀総裁が辞めるっていうのがね。 ものすごい自分のからビッグニュースなので知り合いの不動産屋さんとか金融関係の人とかまあそれは現場のエースとか親いさんも含めてかなりいろいろ連絡取ってどう思ってるか聞いたんですよ。うんうん、でちょっとびっくりした話があります。これねお子さんが住宅ローンを組んでいるいあるいはあの自分が住宅ローンを組んでいる人にはある意味得だねの話です。これお 何かというとですねある金融機関と言っておきましょう、はい、金融機関の現場のエースから上の人までいろいろ話を聞いて住宅ローンの話題になったんですね。でその人たちも当然自分の銀行から住宅ローンを借りて住宅を買ってるわけですよ。ああうなそすそねで、いやー変動金で私が何気なく聞いたの。で、変動なんですか固定なんですかっていうふうに聞いたのよ。うんうんうん 全員固定金利だったよ。あそれはマスやろうな。そうなのよ。うんうん。あの銀行員は確かね、かつて金利優遇があってね、うん、固定でも結構安いんですよ。でも、それででも変動の方が安いんですよ、うん、それはもちろんそうですけど。ね、変動にも、スプレッドがね、かなり薄いから。<laughs> ね、で、そう考えるとさ、うんうん、ちなみに変動金利が何が問題かっていうとですね。 いつも説明していることですけども、住宅ローンの金利がね、あの今はすごい1%未満で激安なんですよ、0.5とか0.7とか、<laughs> なんだけど、黒田さんが辞めた後に金利が上昇すると、これ、住宅ローンの金利も同じように上がっていくんです、半年間の据え置きだったりですね、金利だけ返済していていい期間というのもありますよ、だけど、それでも金利負担がですね2倍、3倍、4倍になっていったらですね、これ、大変なことなわけですよ。 えじゃあ何銀行の人たちって、ね自分たちは固定金利で借りておいて、お客さんは安いんですよ変動金利って,ってやってんの。おそれひどくねえかって。やってますね。やってますね。ひどくねえかおいっていうふうに、<laughs> あの、かちょっと私、あの、言っちゃいました。言っちゃいました。<laughs> そしたら、そしたら、そしたら何ですかえ、いや、ご説明はしてるんですよと、当然。<laughs> そうね。だから、選択の自由ですよってね<お> <laughs> ご説明はしてるんだけども、<laughs> そっちを選ばれる方多いんですよと <laughs> いうふうな話があってですね、あのちなみに私がそういった話を聞いている金融機関の人たちは、私と話が合うぐらいだから、相当良心ある人ですよ。ってことは、多分ね、もっとやばいことになってるんですよ、他のところは。うんうんうん、いやだってもう、そんな事実上ね、無理なんです。うん 私もだから一時金行員してたから、うん、その感じで分かりますけどその固定金利、うん、だいぶ高いじゃないですか少し特にこんだけ金利が低いと、うん、まだから金利が高いとね、うん、まあ3%だったりしま,としましょう変動金利がうん、うん、だ固定金利が例えば1%上に乗ったら4%じゃないですか、うん、だけどえっと 差は,差はなんていうか3分の1とかじゃないだけどこんなに金利が低いとですね、うん、その固定変動金利 0. 何とかで固定金利がなんか 1. 何だったら2倍とか3倍になるんですよ。そのスプレッドがスプレッドが一緒に小さくなってくれないといいんだけどスプレッドはそのままで安くなっていくからさ。 でそれをさらにやろうと思ったらこう、このスプレッドを、ね、削る申請をしないといけないんです、うん、これ、大変なんですよ。だから、あえてそこまでして、スプレッドをこう削ってまで固定をお勧めするインセンティブは銀行員ではない、ねうん、そうすると、変動金利はこんなに安いんですけど、固定金利はこれだけの上乗せがついて、うん、こんな金利になっちゃうんです、でも安全ですよっていくら言ったって。うん え月々の返済どうなんだ逆月々の返済の時の金利の部分はですね、2>, うん、2倍以上になるんですとか言ったらさんっ、そたそれは無理やわってみんななるんですよね。<う>で、それでも危険ですよって、うん、そこで押せる意味ないしね。うん、ないね うんだからまあ、そうですね、そうですよね、って言って。<laughs> そうですね、わかりました。t a オンリスク r o <laughs> ク,ク、n risk. リスクはあなたですからね。<laughs> はい、反抗してください。ってな<で>りますよ、これ。ッドキーで借りてる人って全体と7割ですよ。住宅ローンの総額、うん、確か200兆円分ぐらいあったけど、うん、こう、200兆円の債券のうち140兆円がですね、0.5%から3%とかになってみ大変ですよ。うん 大変なことなんですけど、うん、いやで過去20年間にわたってこういう天気入りが続いてる時にですねうん、うん、いやその前は80年代とかね5%とがあったんですから、うん、ここは一つ固定にされた言って言えなないそうなのよだからまあ銀行員さんもえあのシステムとしてですね <laughs> まあそれ立場とか考えるとあるんだけど次にですね、うん、私何校かの金融機関の人たちと話しました。 お偉いさんから現場の方々まで。ええ金利が安い <laughs> 金利が安いもう早く今日バズが終われ金利上げたい金利上げなかたから、<laughs> っていうふうにですね。ええ、<laughs> 言ってんのよ。え、それはまあそれはこんな低金利でさ、金融機関やれって言われても困るもんね。 いやそれ無理ですよそれはさっ,きのさっきの話なんですよ、だから、うんうん、スプレッドがね、どんなに薄,薄くしても、金利が低すぎるから、うん、ものすごく大きくスプレッドが乗っちゃうわけ。だからまあ、調達金利から言えばさ、0.00何パーセントで調達して、うん、0.5%で貸してたら、うんうん、スプレッドとしてさ、えーと、10倍とか取ってるわけなんですよ。 だからお客さんからしたらさお前どんだけ抜いてんねんっていう感じはすんねんけど、うん、銀行からしたらさ「うん、いやそんなこと言ったってこ,こんなに薄いんですよ」薄いんですけど <laughs> <う>この下が本当薄くなってから厚く見えるんです」ってなるから「ああいやそんなこと言ったって」ってでそれで相手がねあの普通の貸し先やったらさ、まあ、それでもしゃあないなんなるけど。うんうん 有力な企業やったらさ、有力な貸し出しだけだ。うん、ふざけんな、お前。薄くしろ、おったって言って。さら <laughs> に、さらに、さらに薄くなるんですよ。じゃあ、ほか <laughs> のところ借りてると、お前。パーンみたいな感じで言われるら。そうそうそうで。そうするとね、なんかを十10億円とか貸してるのに、月に5万円かよ、みたいなことになって。う何してるか分からへんで、ね、こんだけリスク背負って。だって、リスクは同じだからね。うん、リスクに対して、それをカバーするストレスプレートが欲しいのに。うん そのスプレッドを、ね、厚くででくきないいんですよ金利が低いからあのスプレッド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 って,ってあのほとんどの人はあの分かんないと思うんですけど、文脈でなんとなく想像を通る<あ>と思いますが、スプレッドってうのあの価格差、価格差、差額差額、利回りが取れるそうそう調達してる金,、うん、金利と貸、かすす金利の間がスプレッドなんですね。金利が高いと、金利が高いと薄くなるじゃないですか。うん、金利が低いとです、ね、どんどん分厚くなっていくじゃないですか、ね、この比率が。 そうするとね、もっと薄くしろって言われるんですよ。うん、そうすると銀行はね、そもそも起業家とかさ、全然借りてくれない上に、うん、貸すとなったらですね、もうなんか、めちゃくちゃ叩かれるっていう、うんで。しかもリスクはあるっていう、もうなんか辛い事態なんですよね。そうなんよね。うん、だからもう、こん,、ね、んなわけのわからんことでは、銀行業務とかも不可能だから、うん ちゃんとこう金利を高くしてくださいよってなるんだけどでも金利を上げたらですねすべてが吹っ飛ぶんですよね、うん、だからもう銀行っていう金融機関っていう業務がですね <laughs> 不可能になってるいや不可能ですようん不可能になってるんですよねいやなんでねこれだからなんとか金利を上げてほしいという声が大きいわけですよ今銀行界からね金融界から で、金融界って、どこの天下りだと思いますか。皆さん、どこの官僚省庁の天下り先ですか。うん、どこやったかな。どこやったかな、どこったかな、えっと。こっち。京商でもないし。京商じゃない。あ林野庁でもないな。どこったっけ。どこやったっけ。どこったっけなって、その、またってるよね。みんな。もうそれはさんぜんと輝く。大武省でございますよ。うん。 大蔵省でございますな、ね、でそこからですねってことは財務省の官僚が金融界甘くなるで財務官僚の発言いろいろ見てると金利上げた方がいいとかアベノミクスやめた方がいいとかっていう話がもうバン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 出始めてで銀行界からの突き上げプラスその甘くりした先の人たちから現役の あの、財務官僚への突き上げ。そこから、あの、財務省お得意のこの高速ご祭り回転による、えー、自民党政治家に対するこの説明があるとですね、これはあの、金利上げる方向に、触れる可能性は非常に高いわけですよ。で、その読みがおそらく、岸田政権が長期政権化する、えー、まあ、統一地方選挙、衆院補選でもし、岸田政権がある程度勝てば、 ね、でしかも岸田さんが権力を握ればあの解散選挙があって早ければ今年の夏とかに金利上昇という可能性があるけど、えー、これはです、ね、ある程度岸田さんが頭がいいそして野望があるという普通の政治家。 として評価した場合のストーリーでございます。うん、何も考えてない。ぽやんとした人やったら、あの、このまんまぽやーんと続く可能性もあるし、うん,うん、うん、あるいは、あ、どうも上田新総裁です。うん、えっと、言えると、こう、カーブコントロールの規制をですね。えー、市場の、あの、金利に合わせたいと思います。 いやこれはイールドカーブコントロールの撤廃ではございませんとか、<laughs> え、ちょっと待って、何言ってるんですかみたいなことになっちゃって、<laughs> あのもういきなりとんでもないあのことになる可能性があるんですよ。私がねら、ね、らあの願っているのは、せめて金利上げるのは周囲さんの後にしてくださいっていうん、のを考えてます、私。どうなんですかね実際のところどうなんですかねあ<際>げるのかねいやー、これね。 あの一番いいのは、安富さんもご指摘されていることですけども、あげないことですよ。だって今やっちゃったらね、うん、まあよくある例えですけど、もう、アル中の人がさ、もう、ガブ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 酒飲んで、もうふらふらって、飲んでないとすぐにもうビルから飛び降りちゃうとかね、いうぐらいの,あの重度の,あの状態だったときに、うんうん、酒は体に良くないから、はい、次からもう一切飲まないであ、頑張って気合で生活してとか、無理じゃないですか。 徐々に徐々に抜いていって元気になっていくっていうプロセスが必要なわけですよ。で、そのプロセスなしにいきなり大規模金融緩和停止なんてことになったらですねまあまあちょっと喋るのも恐ろしい時代になるよ、これ、うん。だからその、しかもだからあの、なんていうのかな、あのそうコントロールっていうのはさ、うん、ちょっとやったら。 ちょっと動く、うん、ちょっとやったらちょっと動くになっていれば簡単じゃないですか。うんうん、あじゃあ,あ、ちょっとやりすぎたから戻そうとか言って。でもね、金融システム、そうなってないんですよね。なってないよ。ちょっ大丈夫かなあ、大丈夫あ、大丈夫かなもうちょっと大丈夫かな大丈夫かなそうかとか言って急に来るからさ。<laughs> <laughs> 怖すぎるうんそれはずっとまあお話ししてたあのポジティブフィードバックってやつですよねうん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 そうですよ、うん、だどっかで突然来るから、うん、でどこで突然来るかはん。もう事前には分かんないので,でそれで多分日本銀行もさ怖いからまず、うん、まず多分イールドカントロールカーブコントロール0.25から0.5にしましたっていうのがあって、うん、今5に張り付いてるじゃないですかうん,うん、うんで とか徐々にこう広がっていって最後にまあそのイールドカントムコントロールというやつをやめるわけですよね。でそして次に肯定具合を徐々に上げ始めるわけですよね。でじわじわ上げていくって、うん、いうことをやりたいわけですけど、うんね、このじわじわやってん多分ちょっとやって「あ大丈夫あちょっとやって大丈夫ちょっとやって大 <laughs> つもりなんだけどさああああちょっとやって大丈夫でちょっとやってちょっと ちょっとやったところでいきなりなんかあの突然信用崩壊が起きたりとかってするので、うんうん、そのさじ加減をね事前には分かんないですよねいやあのそれね、えー、どういう、うん、あのことなのかっていうとですね、えー、ほとんどの人が今の話だと、えー、ちょっともしかしたら分かりにくい部分がねあ,のあったかもしれないので、えー、私がですね、うん、ちょっとあの例え話を使って えー、話をね、うん、したいといとう,うにあの思っておりますそれはですねあの、イギリスのおもちゃを使って、皆さんにちょっとご説明をしたいかなと思っております。ねえー、イギリスのおもちゃといえばですね、うん、何かこの話をね聞いて、ああ、れかーというのは、はい、これでございます。ジェンガー。あ、それね。はい、これね <laughs> ちい、ちょっと抜いた。ああ、よかった、大丈夫。ちょっと抜いた。 あ,あ、重か,かった、大丈夫じゃあ、ここも大丈夫かなガラガラガラってなりますよね。だから、0.25を、0.5を、おーみたいな。<laughs> で、0.75を、おーって、感覚でやってくれたらまだいいんだけど、<laughs> 0.5にして大丈夫だっほら、パーンって、ジェンガー、一本抜いちゃったここ抜いても大丈夫だよ、ダメだよ、ポーンみたいなです、ね。うん ことになっていたの、ね、アメリカがなりかかってますよね。いやーもうシリコンバレー銀行いやあれとかもうちょっとやばかったね、うん、本当に。あれねでも前後あれグラグラって前回売れてもいや大丈夫大丈夫って次ズボッ飛ばして一応 <laughs> 大丈夫でしたね。今のところあのだからあのアメリカの金融あれはですねあの。 シリコンパレー銀行がスポンって抜けてグラグラグラ、あ、大丈夫あだ,だ,だ,だ、あだ,だ,だ、あだ,だ,だ、あだ、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 ってった時に、あの、シグネチャー銀行がポンって外れたら、おー、おーおって、ファーストリパブリックが、ーあ、だ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 、おー、大丈夫やった。だから大丈夫です。皆さんの預金は安全です。<laughs> 安心してくださいって、大丈夫て <laughs> いや、それグラグラしてるよ、ジゃんガっていう。ねえ。状況です。でもまあ、んうん。うん。大変な、大変な緊張感のある時代が。だけど、 続いていますけど。ああここで日銀がさ、前<あ>が抜いたらさ、世界中の前が。崩壊する恐れがあるんですよね。<laughs> そうです。そうで,すで、日本銀行を抜いて、日本は大丈夫かもしれない、ひょっとしたら。ああ日本銀行をピュって抜くと、なぜかです。うん、で、スイーツ銀行が破綻したりとか。しかねない。<laughs> 確かに。 いきなりドイツ銀行が破綻するとかって、うん、えなんで日本銀行が切り上げたらドイツ銀行破綻するのみたいな、うん、そういうとこパスが通ってるかもしれないですよね。そういうわけでその、うん、どこがどうつながってるかわからないような感じ。うん、でこれがあの安冨さんで言われている複雑性。 複雑系っていうやつですあの全く関係ないところにあの全く関係ないように見えるんだけども関係あるっていうことねこれがすごく重要なあの教えであってこの、うん、まあみんなさなんか物事って、えー、例えばそうですねあのこういう感じ。よいしょ、はい、あ電気つきましたスイッチ押したんではいじゃあもう一回押してきます。 はい、スイッチ消えました。っていうふうにあのー、思ってるでしょ違うんですよ。あのー、じゃあ、ちょっと電気つけますよ。<laughs> もう一回。よいしょうんなぜか日銀総裁がですね退任会見をしようと思ったんですけども、あのー、そこに至る最中にですね日銀総裁が車に跳ねられましたっていう、ですねっていう、てうなんかえどこ関係あんのっていうようなことがですねいや今のフェイクティースですよ。ねことが起きたりするわけですよ。だから、あのー 物事っていうのはですねビッてやったからこれが起きるとかっていう風に理解できないだから我々の人生も苦しいんじゃないですか我々の人生もね A というねあの入力を入れたら B という風な反応が起きて C という結果が出ますという世界はないんですよこの世の中には、うん、なので、えー、そういうのが上にあって絡み合って起きているこの人生の中でどう生き延びるか これがすごく重要で、これを無視して、あれしたらこれができるなんていうのはもう全部インチキなんですよ。私が安富さんの複雑そう生きるを進めてるのは、うん、それが理由なんですよ。そこをまず理解しない限りは、なんも前に進まんてっていうところをね、うんあの、安富さんと話してるので、複、ま、雑、あ、を生きるとかに関してはですね、うん、この,あの YouTube の、ねえー、説明欄に書いてありますから、ぜひね、買い方見てほしいなと思うんですけど、まあ、もう一個あの、もし私の予想が正しければですね、 あの次の選挙までは、うんえー、金融緩和あしない可能性が、また世界で何が起こるか分からないけどね、ああ金融緩和続くですね、金融緩和が続いていくっていうことになりますので、うんうん、続いていてくでしょうねでそうする今がチャンス、ねうん、今がチャンスですよ、最後のチャンスですよ、皆さん。今、固定金利でお金を借りておけば、金利が上がると、ですねいろんなものが値下がりしますから。 それだけであの皆さんが上の方向へ登れるチャンスですのでね、うん、あのそれをあの実践するタイミングとしては最高なんじゃないかなというふうには思いますけど、まあ、それと黒岩知事とどういう関係あるの、まあうん、黒岩知事はあのそういう嫌がらせでしょ嫌がらせ。自民党の中の安党の嫌がらせのせいで今起きていて、<ー>山上容疑者の記事も安党の嫌がらせで起きていて、なるほどでそういうところであの今、いろいろうごめいてるけど、これで。 岸田さんがいい感じで権力を握れる形で自民党が勝てば、次は解散・総選挙になり、そしてだからこの、黒岩さんが苦しむと金利が上がってしまうわけです。<laughs> <laughs> で あのー、うーまあ、黒田さんの対抗馬はね、<laughs> 弱いから、嫌がらせの一つにしかできないんですけど、えまあ、最後に一つ、あの正直に言っておくと、ですね、えー、黒田総裁の退任会見をね、すごい大事件なんだよっていうふうにね、絡めても、これ、伝わらんやろうと。 なので、えー、せっかく黒岩さんが、うん、あの、とてもゲスな不倫をされたので、それを復元して、<laughs> あーの、これは自民党の中の権力争いなんだよと、ね。で、山上容疑者の同情的な記事が、うん、なぜ産経新聞で山口4区であると、うん、いう、ね、さが出てるタイミングで出るんだと、その裏にあるのはっていうふうにね、これぞまさに全体を見るということだと思いますんで、うん、今日は語らせていただきました。えー、ちなみに安美さん、皆さんがですね、はい。 耳がないっていうふうに。猫お耳。<laughs> 猫耳がないっていうふうに。わかりました。あのー、う苦情が来ております。猫耳可愛かったのにどうしてっていうふうに。復活させておきます、ね。<laughs> というわけで、えー、今日はですね、あーの皆さんにこれから起きるまあ経済の予測のやつを大雑把なバージョンですね。 これはちょっと話をしたということで、えー、私の,あの経済予測、誰に当たってるよ、私の言ったタイミングで金買って、うんうん、私は言ったタイミングであの円売ってドル買った人、多分大ボけしない。いや、ほんまやでよ。<laughs> ちょっと、で、ちょっと、いい思いした人たちはですね、乾パちょうだい。ね、やで <laughs> いい思いしてなくても、<laughs> ックバックをカンパちょうだい。どっちにしろ、乾杯ください。お願いします。ということで、はい えー、今日も読書、えー。こういう風な予測がね、立てやすくなったのも、安富さんの本は私なりに応用して考えているからであって、えー、ぜひね、参考になるので買ってほしいなと思います。それでは。